他人の夢を見ることができる。俺にはそんな不思議な力が備わっていた。これが小説やゲームの中ならかっこいいとか言われるのかもしれない。だけど俺は声を大にして言いたい。他人の夢ほど面白くないものはないって。かったるいな。でっか。それにしてもこれは誰の夢だ。ただいま、お兄ちゃん。どうしてだろう、名前が思い出せない。見えないけどそこにいるよね。俺？わかるのか？うん、お兄ちゃんを感じるよ。これは夢で、多分目が覚めたら僕は何にも覚えてないだろうけど。なぜだか少女の曇った顔を見るだけで心が痛んだ。でも抱きしめてやることも声をかけてやることすらできない。決められた夢を見るだけの俺は出来損ないの魔法使いだから。鈴の音。